はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日は非常に珍しい鳥を紹介します。真っ黒な見た目が特徴的な不思議な鳥です。妙に中二心をくすぐられます。日本の天然記念物ウコッケを紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日用意したのはウコッケイです。ウコッケイとは鶏の一種で、原産国は中国、インド、ベトナムなど東南アジア方面とされています。中国では王侯貴族のみが口にできる薬膳として珍重された鳥だったそうです。羽毛は白いものが多く、皮膚や内臓、肉すべてが黒色なのが特徴です。この見た目のインパクトすごいですよね。漫画の世界の鳥みたいで、この足の部分とかかっこいいです。昔の人とかが見たら、この鳥って妖怪とかと勘違いしてもおかしくないですよね。日本では1942年に天然記念物に指定されています。自然にいるものを食べるのは禁止ですが、飼育されているものは食用可能だそうです。ウコッケイの卵はたまに高級なスーパーとかで見かけることがあります。今回のものはマレーシア産のウコッケイです。自分の知識不足で申し訳ないのですが、ウコッケイは足の指が5本と聞いていましたが、今回のマレーシア産の場合4本なので、品種が違いますかね。品種が違っていたらすいません。もし詳しい方いたら教えてください。この見た目なので何にして食べようか迷います。せっかくならこのビジュアルが活かせる料理がいいなと思うので、今日はウコッケイを使って顔まんがいを作ります。まずは調理しやすいように鶏を分割します。ウコッケイは肉が少ないので食べるところは少ないです。皮の下の肉も黒いってすごいですね。もも部分は結構お肉がしっかりありますが、胸部分のお肉がかなり少ないです。鶏自体が小さいのもありますが、食べるところがあまりありません。まずは鍋に肉を入れて、浸るくらいの水を入れて一度下茹でします。軽く洗ったら再度鍋に入れて水を加えて煮込みます。塩、ニンニク、生姜、ナンプラー、ラオ油、蜂蜜を加えて味をつけます。このまま1時間くらい煮込みます。次にタレを作ります。豆板醤、味噌、蜂蜜、ナンプラー、オイスターソース、ラオ油を加えて混ぜます。そこに刻んだネギ、生姜を加えて混ぜ合わせれば完成です。次にジャスミンライスを研ぎます。研ぎ終わったら、初めに煮込んだ鶏の出汁を使って米を炊きます。炊けたらお皿に米をよそって、ウコッケイと付け合わせのキュウリ、パクチーを添えて、ウコッケイの顔まんがいの完成です。あまり食欲の湧かない見た目ですね。架空の世界の悪党が食べてそうなご飯に仕上がりました。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はタイのレオビールを飲んでいます。タイのビールといえばシンハーとチャーンが有名ですが、このレオはシンハーを製造しているブンロードブルワリーが手掛けるビールです。現地ではシンハーやチャーンに比べると値段が安く、特に若者に人気があります。なぜかタイのビールって動物をラベルに書くことが多いですよね。シンハーは獅子、チャーンは象、レオはヒョウです。色は透き通るような黄金色で、見るからにさっぱりとしていそうです。味は日本の発泡酒のような少し薄い印象です。暑い国ですっきりと飲むならこれくらいがいいですね。キンキンに冷やして瓶で飲みたいです。それではウコッケイの顔まんがい食べてみます。まずはタレをかけます。日本のお米はもちろん美味しいですが、タレをかけたりする場合、ジャスミンライスのような少し硬いお米がよく合います。このパラッとした感じがいいですね。鶏の旨味が染み込んでいて、炊き込みご飯としても美味しいです。ウコッケイは食べるところ少ないですが、もも部分はお肉もあってジューシーです。先入観で食べるのビビってましたが、食べ始めると普通の鶏と変わらず、しっかりと顔まんがいに仕上がっています。このタレがさっぱりとしていて進みますね。茹でた鶏や焼いた鶏にかけるだけでも美味しそうです。ホルモンをつけて食べるのも合いそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ウコッケイいかがでしたか？同じ鳥でもこんなに見た目が違うって不思議ですよね。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。